漫画でっきょんな、どもども、中年ゲーマーよろさんです。さあ、ガチャのお時間がやってまいりました。というわけで、今回は、2005周年大決戦サイロマンシングフェス、バートランド編に、ジュエルを、ぶっ込んでいくんでよろしくでございます。ちなみに上編は、すでにアップップしておりますので、まだご覧になってない方はぜひこちらも、ご覧くださいませ。まあなんというか、ギャンブルって、怖いなって思える動画です。さてさて、今回引いていきますバートランド編の、ガチャですが、こちらもディアゴスティーニ州漂うガチャでございますな。過去スタイルを持っていることで、進化を発揮できるスタイルです。その中でもバート君が飛び抜けてるといった感じですな。というわけで、今回私が狙っていきますのは、バートランドでございます。バート君一点狙いで回してまいります。白ゲンちゃんも気になるスタイルではあるのですが、現状ではどうも評価しにくいスタイルなんですよね。状態異常全体回復スキルは大変魅力的なのですが、果たしてそれを使う機会が今後来るのかどうか、これがわからない、といった感じですな。現状では何とも言えない感じの、白ゲンちゃんですが、アメメサルのように今後評価されていく、スタイルかもですな。サラも面白そうなスタイルですが、1周年サラしか持ってない私には、微妙な感じです。まあこの2つのスタイルに関しましては、バート君を狙う途中で、ポロッと出てきてくれたら、ラッキーといった感じでございますね。それでは参りましょう。まずは本日のおはガチャから。なんなら単発で一発つもでもええんやで。ということで鬼面僧先生、どうかよろしくお願いします。はい、優勝ステップガチャのターンです。いい引きができるように豆腐背を収めてまいります。ステップ1、優勝3000で10連、10連目。10連目はノーペット。でもペットない方がワンチャン熱い説。続きましてステップ2、さっきのおまけで10連、20連目。20連目もノーペット、イマイチングマチコ先生ですな。続きましてステップ3、優勝2000で10連、30連目。ここではイズマンゴチョウさん、お仕事よろしくでございます。残念ながら爆発なし、演出は至って普通ですな。一面すり抜け煽り担当の、バーバラさんやおまへんか。俺で終われたらどんなに良かったか。RS 名物一面すり抜け、精神デバフ極大ですな。続きましてステップ4、さっきのおまけで無料10連、40連目。
40連終了。次でオフセ終了でございます。ステップ5、優勝一戦で10連、50連目。50連目はノーペット。これは期待できなさそう。お布施完了。SS のような何かに煽られただけでした。ではでは、ここから無償ジュエルのターンです。60連目。さっき SS のような何かを、連れてきたご長さん。今度はちゃんと仕事してくださいね。ビリビリ大きめ。しかし爆発ナッシング。どないや？バートランド、来たこちらは無事に戦場回避。60連で、バートくん一本釣り。こんなに嬉しいことはない。ロマンシングフェスバートランド編、これにて撤退でございます。正直なところ白源ちゃんが、気になっているところですが、まあ状態異常全体回復ができるだけですからね。今後のことを考えると確保しておいた方がいいのでしょうが、それだけのためにこのまま追って、沼るリスクを考えると、ここで撤退しておくのが得策でしょうな。まあもしかすると今回の城や、バートランドみたいに、すぐに白源ちゃんがぶっ刺さる高難度クエストが、実装される可能性もなきにしも、アラジンでございますので、念のためガチャメダルは消費せずに、キープしておこうと思います。さて、2点、5周年イベントも、クライマックスということで、これで2点、5周年の、ガチャはすべて出揃った感じでしょうかね。週1で新ガチャ追加ですからね。さすがに、疲れましたわ。さて、あとは制圧戦を、ひたすら囲まるだけでございますな。それでは2点、5周年イベントも、残りわずかとなりましたが、皆様、最後まで楽しくハムって参りましょう。それでは、また次の動画でお会いいたしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。では、